はい、こんにちは。成田市で慢性腰痛専門整体院をやっております佐藤健太と申します。今日の動画は脊柱管狭窄症の方に対して今まで私がお伝えしてきたセルフケアをピックアップしてまとめたものを全てお届けしていきたいと思います。なぜ脊柱管狭窄症の方のまとめ動画を作ろうと思ったかというと、今まで腰痛、座骨神経痛、脊柱管狭窄症、滑り症などいろいろな症状に対してのセルフケアをお伝えしていったんですが、こちらの脊柱管狭窄症についてお話しした動画が1万6000回再生されています。ちなみに皆さんもう見ていただけましたか？まだっていう方はぜひ概要欄にリンクを貼っておきますので見ていただけたらと思います。まあ、この結果を見てですね、この脊柱管狭窄症の動画がこれだけ伸びるっていうことは、それだけ脊柱管狭窄症に困っている方が多いんじゃないかなって思ったので、今回まとめ動画を作りました。過去のセルフケアの動画を全てまとめてますので、かなりのボリュームになっていると思います。全てのセルフケアを行っていただいてもいいんですが、かなり大変だと思いますので、一度やってみてその中で効果があったもの、自分に合うものをですねピックアップして続けてやっていただければと思っています。各ストレッチに飛べるようにですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもうまく活用してみてください。ではセルフケアを行っていきましょうと言いたいところなんですが、こちら注意喚起です。皆さんレッドフラッグって言葉はご存知ですか？このレッドフラッグ知っておかないと体を壊してしまう可能性もあるので、今回でしっかりとこのレッドフラッグ情報を入れていただいて、自分がそうじゃないかどうなのかっていうのをしっかりと判断いただけたらと思っています。このレッドフラッグっていうのは見逃してはいけない兆候のことを言います。簡単に言うと、こんな症状があったら絶対に病院に行ってくださいねっていうサインです。まず1つ目がつま先立ちができない、2つ目が膀胱直腸障害といって尿漏れや頻尿、あとは排便障害などが挙げられます。肛門周囲の麻痺がある場合、こちらも危険な症状になっています。もし今挙げたこの3つの症状があった場合は、セルフケアを行わずにすぐに専門の病院に行ってください。この症状が出ている場合はセルフケアだけでは改善できませんので、手術なんかを検討する必要があります。それではレッドフラッグの説明が終わりましたので、セルフケアに早速行きましょう。脊柱管狭窄症とは、脊柱管っていうトンネルがあるんですが、このトンネルが狭くなってしまうことによって起こる症状のことを言います。模型を使って説明させていただきます。こっち側がお腹側、こっち側が背中側になります。このように背骨はなっているんですが、ここの隙間のところに黄色いものがあると思います。これが神経になります。この背骨の中に入っているトンネルの部分を脊柱管といい、この中に入っているのが脊髄になります。ここの中の部分が何かしらの影響によって狭くなってしまって症状が出ることが脊柱管狭窄症っていう風になります。その何かしらの原因っていうのが、脊柱管の周りにある靭帯が厚くなってしまうことや、背骨の骨自体が変形してしまって脊柱管を狭くしてしまっているなど、いろいろな原因が考えられます。つまりまとめますと、脊柱管狭窄症っていうのは脊柱管が狭くなってしまって神経が圧迫して症状を起こしてしまっている、これが脊柱管狭窄症だと覚えておいてください。脊柱管狭窄症の症状で有名な症状といえば、間欠性跛行という症状がございます。最初歩いているうちは大丈夫なんですが、歩いているうちにだんだん足が重たくなるような、しびれるような症状が出てきてしまって歩けなくなってきてしまうんですね。それで前かがみになってみたり、座ってみたり、休むとまた足が復活してきて、また歩けるようになるんですけど、また歩いてるうちにだんだん足がまた重たくなってきて、しびれるような症状が出てきて、それでまた歩けなくなってしまう、これを繰り返してしまう、これが間欠性跛行って言います。あとは足がしびれたりとか、膝下のところが麻痺してしまう重症の方もいらっしゃいます。で、最終的には膀胱直腸障害と言いまして、おしっこだとか排便だとかのコントロールがうまくいかなくなってしまって、排泄機能がおかしくなってしまう方もいらっしゃいます。
ここまで来ると手術をすることも視野に入れないといけないぐらい末期の症状になります。先ほどお伝えした症状は脊柱管狭窄症の有名な症状になりますので、思い当たる方に関しては注意してみてください。ちょっと話は戻るんですが、脊柱管狭窄症の脊柱管が狭くなる原因として靭帯が厚くなる、背骨がずれたりして脊柱管を狭くしてしまっている、そういった風にお話しさせていただいたと思うんですが、そこがなぜそんな風になってしまうのかっていうと、基本的には体が反ってしまっている方が多いんです。股関節前の筋肉が固まってしまって骨盤の動きが悪くなって、体は逆に反るような姿勢になってしまうことによって背骨自体に負担をかけてしまって脊柱管狭窄症の症状が出てしまう方が結構な割合で多いんです。ですので皆さん、この股関節の前側の筋肉すごく固まってしまっている方が多いので、今回はここのセルフケアをお伝えしていきたいと思います。はい、では脊柱管狭窄症のストレッチやっていきましょう。ではまずはじめに大腿直筋という筋肉をほぐしていきます。この筋肉がすごく固まっている方が多いので、しっかりとほぐしていきましょう。まず横向きになっていただいて、この上側の足首をこういうふうに掴みます。掴んだ状態でこの膝をですねぐーっと曲げてもらって、かかとがお尻につくように近づけていってください。でこのまま10秒間キープしていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。もう一回10秒間やっていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。この前ももの筋肉が伸びてれば OK です。無理ない範囲で行ってください。ラストもう一回10秒間やっていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。反対側やっていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。もう一回いきます。はい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。はい、ラストもう一回いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。では2つ目の体操になります。2つ目の体操は大腿筋膜張筋というこの骨盤の前にくっついている筋肉ですね。ここをしっかりとほぐしていきたいと思います。まずですね、股関節を内側にこういうふうに傾けます。こうした時に肘をですね、両肘こういう風についてください。でこうした時にこの膝がですね浮かないようにぐーっと押し付けます。そうするとこの骨盤の前からこのももにかけてですね伸びてくると思うんで、このまま10秒間キープしていきます。で余裕がある方は膝が浮かないように足こうやって乗せちゃってください。これで10秒間いきます。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、休憩。もう一回いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 はい、 OK、 休憩。もう一回いきます。はい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9。はい、休憩。次反対いきます。このまま足を乗せて10秒間いきますよ。はい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 はい、休憩。もう一回いきます。せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 はい、休憩。もう一回いきましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9。
6、7、8、9、10、OK です。それでは最後の体操になります。最後は脊柱起立筋という腰の筋肉を伸ばすようなストレッチになります。やり方はお膝を胸に抱えてこのままぐーっとこう胸に近づけてみてください。そうするとお尻からこの腰の部分がぎゅーっと伸びてくると思うんで、このまま30秒キープしていきます。いきますよ、せーの。呼吸は止めずにゆっくり鼻から息を吸うようにしてください。で、股関節のここが痛いって方はちょっと足広げてください。広げると股関節の付け根の痛みがなくなると思います。気持ちいいぐらい腰が伸びてるなっていうのを感じながら行ってみてください。はい、 OK です。まず一つ目の体操は腹横筋という筋肉をトレーニングしていきます。この筋肉は腹筋の中でも最も内側コアな部分にありまして、背骨の安定性にすごく働く筋肉になります。この筋肉が脊柱管狭窄症の方はかなり弱っていますので、大変だとは思いますが頑張ってやっていきましょう。まず手のひらを外側に向けていただいて限界まで持ってきます。手を向けた側の膝を内側に向けます。この時にこっち側の骨盤を上にこういう風に上げてみてください。で、こっちのひねった肩をぐっと下げます。そうするとこの脇から骨盤の間の腹筋の部分にギューッと力が入りますので、このまま10秒間キープします。この時注意点ですが、体は絶対に丸まらないように注意してください。まっすぐです。いきます。きつい方は5秒だけでも大丈夫です。10秒を細切れにやることも OK です。はい、 OK です。ではもう一度行っていきたいと思います。かなり骨盤の上あたりから脇腹にかけて力が入ってくると思います。はい、 OK です。続いて反対側やっていきます。うまく力が入らない方は体が丸まってしまっている可能性があるので、しっかり目線を前に持ってって行ってください。はい、もう一回、目線は前、無理ない範囲で行ってください。きつい方は休みながらやってくださいね。やり方は膝を開いていただいてつま先を上に上げます。このまま足の指をギュッと握った状態で股関節からグッと足を上げていきます。この時にこの付け根の部分に力が入ってれば OK です。このまま姿勢は起こしたまま10秒キープします。いきます。きつい方は細切れにしていただいても大丈夫です。体がこういう風に丸まらないように姿勢を起こしたままキープですよ。はい、 OK です。そしたらもう一度いきます。はい、姿勢が絶対丸まらないようにこういう状態、体を起こした状態でキープします。膝が内側に入ってきたらこれはできてませんので、必ず開いた状態でキープしてください。はい、 OK です。続いて反対を行います。このまま上げます。そうするとこの股関節の付け根にグーッと効いてる感じがあります。無理ない範囲で OK です。きつい方は5秒おきに行うことも全然 OK なので頑張っていきましょう。はい、 OK。 はい、もう1セットいきます。開いて指を曲げて上げます。体を丸めないように注意してください。姿勢はそのまままっすぐの状態キープしてください。無理しなくていいですからね。骨盤が今度前に行かないように後ろに引っ張ってくれる筋肉を鍛えていきます。まず仰向けで寝ていただいて、つま先を内側に入れます。このまま体重を下にグッとかけたまま、足を引きずるようにグッとかかたとお尻を近づけます。そうするとももの裏側の特に内側に力が入ると思います。こういう感じです。これを10回繰り返していきます。いきます、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。では反対やっていきます。このまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
6 7 8 9 10、はい、ついたままお尻を下ろしていきます。この時になるべくお尻は下までつけるようにしてください。そうすると背中の筋肉とふくらはぎの筋肉が伸びてくると思いますので、このまま30秒キープします。なるべく呼吸は止めずに深呼吸を行います。いきます。どこか捕まりながらじゃないとしゃがめないっていう方はですね、こういうふうに全然支えていただいて問題ありませんので、できる範囲で丸めてください。で、膝が痛い方に関しては無理せず2番目の体操から行ってください。呼吸は止めずにゆっくり深呼吸を行ってください。はい、 OK です。続いて内股エクササイズです。この運動の狙いは方向筋という筋肉を狙っていきます。この方向筋は骨盤からすねまで続く人体で一番長い筋肉とされています。この筋肉が固まってしまうと骨盤のスイングを邪魔してしまいます。ですので、この筋肉をリリースしていきたいと思います。やり方は椅子に座っていただいて限界まで内股にしていきます。で、内股にした時にこっちの足のつま先は立てるようにしてください。このまま足をぐーっと限界まで伸ばしていきます。そうするとこのももの内側からこのすねにかけてピーンと伸びるような感覚があると思います。で、この時に注意点としては結構この骨盤の付け根の部分が詰まる感じ、つりそうになる感じが出ると思うんですが、つりそうになる感じが出る方は腰の筋肉をギューッと押しながら行ってみてください。そうするとちょっと楽にできると思います。なるべくぐーっと足を伸ばしていただいて、姿勢は丸まったり横になったり、こういう風に姿勢はなるべく変えずにまっすぐのまま足をピーンと伸びていきます。で、僕は裸足でやってますが、靴下を履いて行うと足がよく滑ってですね、やりやすくなりますので、こちらもポイントになります。これを5回繰り返します。ぐーっと伸ばして1で戻す、で2戻す、3戻す、4戻す、5はい戻す、はい OK です。続いて逆側行っていきます。このままぐーっと伸ばして、で戻す、ぐーっと伸ばして戻す、ぐーって伸ばして戻す、ぐーって戻して戻す、はい OK です。続いて壁ドンエクササイズになります。この運動の狙いは腸腰筋の収縮とストレッチになります。この運動によって骨盤のスイングがやりやすくなりますので、ぜひやってみましょう。まずは肩幅ぐらいに足を開いて立ちます。で、両手を伸ばしていただいて、肘が伸びきったところで体がこういう風に丸まったり、こういう風にならない、こういう風にタッチできるところまで腕を伸ばしてまっすぐ立ちます。で、このまま上半身は動かさずに骨盤だけぐーっとスイングします。で、これを左右10回ずつ行います。たったこれだけです。注意点としては骨盤を動かした時に顔まで一緒に動かしてしまう人がいるので、これは注意です。では左右10回ずつ行っていきます。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 910はい OK です。では最後にまた骨盤のスイングができるかチェックしていきましょう。手を肩につけて骨盤だけスイングします。さっきよりも骨盤が前に出るような感じがありませんか？この動きができるようになってくると足も一歩一歩歩幅が増えて
動きやすくなるはずだと思いますので、歩く距離も必ず伸びてきますので、ぜひ頑張って毎日やっていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。かなりボリュームがあって大変だったと思います。冒頭でもお伝えした通り、実際やってみて効果のあったセルフケアだけをピックアップして、それを毎日続けるだけで脊柱管狭窄症の辛い症状が改善することは多々あると思います。ただですね、正しくセルフケアができていないとなかなか効果が出ませんので、しっかりと動画を見て復習しながらですね、セルフケアに臨んでいただければと思っています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をして何度も見返せるようにしておいてください。少しでも体が楽になったよっていう方は高評価もついでにお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。